チャンネルちょ、金曜日です総チェックはい、金曜日の総チェックね。えー、こちらは、えー、木曜日の試合だけになりますけども、カー水の試合は昨日出した動画ありますので、それを合わせてみると、3連戦の総チェックになりますので、ぜひ、同じようにね、見てください。さあ、ということでね、交流戦、えー、終わりましてですね、え全、ー、カード終わりましたけども、まあさすがに3連勝、3連敗はね、なかったかなと。 どのチームもね、2勝1敗、1勝2敗でね、終わる形になって、まあ、今後どうなっていくのか、ちょっと今日は雨が心配ですけどね、試合が行われるのかどうかのかっていうところはね、ちょっと注目どころですけども、さあ、いってまいりましょう。まずは ロッテ対巨人ね、3対2で巨人の勝利というところで、30日2対1でロッテ、31日4対7で巨人、それで1日3対2で巨人というところで、巨人の2勝1敗の勝ち越しっていうね、えー、ところになりましたけども、まあ、この日ね、えー、巨人先発山崎より7、7回119球5安で6三振、4四球1失点と、いや、全体的に、 ちょっとストライクボールがはっきりしてて、決めに行くとこでしっかり決めきれないで、まあ、苦しいピッチングが続いたなと。まあその中でね、まあ途中で、あの、まあこの日ね、解説してましたけども、阿波のコーチのね、えー、談話で、えー、もうちょっとね、いいストレートあるんだからストレートをね、えー、使っていこうと。で、まああの、ヒーローインタビューでもね、山崎投手言ってましたけども、大城選手と話し合ってね、ストレートを多めに使っていこうというところで、まあ、途中からね、ストレートを多めに使うことによって、よりスライダー、カットボール、 で、シュートっていうところがより来たかなっていうところもあるんで、まあ途中からね、そういう配球変化したっていうところが、まあ苦しい中でもね、えー、長いイニング投げ切れたんじゃないのかなと。調子自体はね、あんまり良くなかったなと思いますけども、これいつも言いますけどね、先発ローテーションのピッチャー、毎回ね、調子がいいわけじゃないです。その、この調子がいい、悪いね、その悪い中でも試合を作っていくっていうところがローテーションピッチャーなんで、そう考えるとね、山崎投手。 ピッチえー、だったと思いますロッテ先発カスティオね、えー、先発初登板というところで、3回62球、8安打1三振、無四球3失点と、まあ正直な感想はね、いいところが見つけられなかった。もう見つける前に終わっちゃったね。まあそういったところではちょっとまあ次の登板ね、ひょっとしたら岩下がね、えー、2人目投げて2回ン、えー、安打四三振、無、え、失、ー、点と、前回のね、あのー、リリーフ、 で、の時も無失点で抑えてるんでね。まあ、ひょっとしたら次岩下がね、あの、先発するかなと。まあ、6人ね、先発投手作らなきゃいけないっていうところで、まあ、来週の木曜日、ひょっとしたら岩下が投げるかもわかんないですけど、またカスティはな投げればね、ちょ、良さを見たいと思いますけども、基本的にね、ストレート通信向け、進化圏でスライダーっていう横の揺さぶりのね、ピッチャーに思いますけども、ちょっとストライクボールがはっきりして、ほぼ甘めに来るっていうところをね、まあ、きっちり仕留められたかなっていうところで、ちょっと良さ自体はね、分からなかったなっていうね。まあ、この辺もね、だから、あ初回。 いきなり丸がセンター前ヒット。まあ、丸はね、前の日もね、いい当たりしてるけど正面だったんでね、状態は上がってきてると思うんだよね。で、えー、坂本三振。で、秋色がね、センター前ヒット。で、岡本がね、えー、2球目、スライダーをね、右中間へ、えー、2点タイムリーっていうところで、早々2点取って。で、3回表また岡本のホームラン、弾丸ライナーで。ねで。これ3点。で、ロッテもね、えー、3回裏、ね、ワンアウトから。 えー、岡、藤岡、中村と3者連続フォアボール。で、ポランコが犠牲フライを打って、ノーヒットで1点を取って1点取るんだけども、まあ、9回ね、あの、ミスが起きてね、あの、2アウトからチャタニのライトフライ。なぜかカジタニがスライディングキャッチしようとして、取れたのに取れなかった。え、ライトなの照明かなでもあんまりマリンで照明って言った人あんま見たことないから、どうなんだろう。で、その後ね、大勢が悪送球投げてワイルドピッチで1点取るんだけども、これはね、 俺ずっと言ってんだけどね、膝ついて取ってるとね、横の動きが遅くなるっていうところもあるんだけどね。まあ、思いっきり引っ掛けたからね、その反応するのは難しいけども、反応しなきゃいけないっていうところでね、あれはキャッチャーお城が取らなきゃいけないっていうね、えー、ところはありますけども、まあ全体的にね、3対2でね、 試合は終わったけども。まあ、まずロッテもね、結構ね、まあ、山崎よりがフォアボール出したとかね、状態悪かったっていうところでランナー出すんだけど、初回もね、二塁のチャンスを作るけどね、一点取れず。で、四回もね、えー、安田のツーベースっていうところだけどもね、まあ、あの、レフトとね、ショートの間にポトって落ちるんだけども、まあ、あれはね、やっぱりレフト、秋色は来なきゃいけないんだけどね、まあ、これね、えー、の、ツーベースになってんで、角中がね、 あの、二球目、ちょっとセンターライナー系でね、打ったんだけど、こう安田が飛び出しちゃったんだけど、やっぱノーアウト見る、二塁はね、どんな打球でもまずタッチアップから、ね、っていうところがスタートだから、まあもちろんね、もう、カンチャンとかなってくるとね、もうタッチアップ絶対無理だってなってくるとハーフウェイでもいいけど、飛び出しちゃったんでね、これもしね、タッチアップしてたらね、ちょっとブリンソンがね、宇宙間寄りで体勢ちょっと危なかったんでね、あの、ひょっとしたらタッチアップできたかもしんないっていうところで、まあその後ね、え、連打続かず1点取れずっていうね、えー、 ところと、5回もね、岡藤岡と連続ヒットでね、で、中村バンド。で、ワンアウト、二三塁のチャンスくるけど、ポランコ三振、山口ね、ライトフライ。これ、ポランコの三振の最後のアウトコースのストレート。山崎めっちゃ良かったね,ね。で、また6回ね、今度もね、安田内線とまあ、同じようなね、先ほどの4回と同じような打球飛んでいって、これはもう今度は坂本が無理やり飛んに行っちゃったんだよね。多分、秋色来ないから。っていうところでね、それで、ま、あ落としてね、落球でエラーになって出塁。 で、ここでまた角中がね、センターフライっていうところで新塁打を打てず。まあ、打とうとするね、感じは見えたけどね。で、佐藤茶谷とアウトになって点取れないっていうね。もうチャンスはいっぱいあったけども、この1点取れないっていう、このね、得点圏打率の低さがね、物語ってるっていうところと、まあ、こういうとこきっちりやっていかないと、相手のミスをついていってここまで勝ってきた中で、相手のミスをつけなくなっちゃうと、もうロッテの良さ全くなくなるからね。であと、これはね、これもね、この、安さのね、 坂本のラッキーの時も,も、秋色その前いたからね。だからもうね、いくら若くてもそういったとこ遠慮しないで、どんどん飛んに行かないきゃいけないね。自分からね。両方ね、秋色行ってったらね、取れたと思うんだよね。そういったところのこのコンビネーションっていうところはちょっと遠慮はね、えー、いらないからっていうね。だからロッテはね、もうそうやってこう、チャンスをね、結構もらってたけども、一本出ずっていうところと、ノーアウト二塁からね。 あの、まあ、送ってもポランコは三振とかね。で、角中新塁打打てずとかね。ちょっと奴は飛び出しちゃうよっていうところのちょっとね。あの、ミスしてくれてもさらにミスで返すっていうところではちょっともったいないね。えー、試合になったかなと。 まあでもね、ロッテもね、リリーフ、岩下、坂本、東、西村とね、え、非常に粘り強く、4回以降ね、無失点で抑えたっていうところで、反撃のチャンスをね、待ってたんだけどね、反撃しきれずっていうところと、まあジャイアンツはね、8回中川出てきたけども、左バッテリーのあのシュート系ね、非常に良かったですし、これでね、どんどんね、状態上がってきたら中川、大勢っていうところもね、非常にリリーフでマッチしていけるんでね、この中川の投球はね、非常に良かったと思います。まあ結果はね、2勝1敗でジャイアンツの勝ち越しっていうところになりました。 ついで、日本ハムでヤクルト、30日二対1で日本ハム、31日3対一で日本ハム、そして1日、えー、0対5でヤクルトということで、2勝1敗で日本ハムの勝ち越しっていうところになりましたけれども、ま、あこの日ね、えー、0対5でヤクルト、ね、ヤクルト、川端がね、初スタメンっていうところで3番指名打しでね、えー、出場して5打数3安打し打点と、くっかなりね、この連敗ストップ、ま、あ5月14日以来の勝ち星っていうところで、12連敗でストップっていうね、 ここは非常にね、ヤクルトにとっても大きかったかなっていう中でね、まあヤクルト先発ね、サイスニード。7回95球、3安634、1死球1デッボール無失点とね、非常に球数も少なく、あとやっぱり高めのストレート切れて、低めにもしっなりね、変化球投げ切れて、まあ低めのね、ストレートも得意であったんでね、こうなってくるとサイスニードはね、無敵になるっていうところでは非常に、えー、素晴らしいピッチングだったかなと思います。まあその中でね、あの、ヤクルト初回ね、先制するんだけども、ワンアウトからね、青木のショートゴロ、カミカバッファンブレーラパッ 転んで次ね、ね川端の一・塁間の頃ねあの加藤がね球際っていうところでね内、えー、んだで村上のレフト前タイムリーヒットっていうところで1点制したらちょっとミスだからね、ねであとねその1回でこう3回にも点入るんだけどワンアウトからね川端のセカンド内これね二遊間のところね、まあ、ちょっと取れなくて内、ね、悩んだになっちゃったけどもこれ球、ね、際だね、これ両方ともエラーついてないけど球際。 初回、上川畑のエラーからこれぎ際ね、取るか取らないかアウトにで,できるかどうかがやっぱりね,これね1点、0点の違いになってくるからそのぎ際がねこの試合はちょっとね日本ー,ーも弱かったかなっていうねでその後ね、村上のホームランで2点目っていうこれはかなり大きかったね村上がね、でも調子悪い、調子悪い言いながらもう2桁ホームランだからねそういったところもね、当たれば一発っていうところはねえ怖さあるなっていうねで、ああ7回にもまあ押スナが強烈なあ,あれはちょっと取れないね、サードね強烈な ねサード内野安打ていうところと山崎送りバント長岡アウトになるけども山田フォアボールで青木がねセンター前でここでね川端がまたもセンターのの、ね、タイムリーヒットというところでね川端様様っていうねで8回にもオスナがね、えー、犠牲フライを打ってねきっちり5対0というところではね非常に連敗ストップまあピッチャーも、ね、サイスニードを踏ん張ったとっいうところはね、えー、大きかったと思いますで、まあ、サイスニードはねこの初回ツーアウトから、えー、ハンソンの時ね山田がファンブルだから あの、ヤフーと、だから日本ハムと同じようになってくるよで、えー、真ん中デッドボール、加藤フォアボールというところでツーアウト満塁取るけども、ね、名村がショートゴールでアウトって、ここでね、日本ハムは1点取ってたらっていうところもあるけども、サイスリードはね、ここでね、抑えたからね、その後流れに乗ってね、 いけたなっていうところはあると思います。で、日本もね、7、8、9、ビッグチャンスだったからね、えー、7回もワンアウト1、3塁作って、えー、伏見三振で、上川でファーストコロ。8回もね、ランナー一人出るけども、ね、クリーンナップがね、連続三振で続かず、ね。 で、9回も、ワンアウト一塁、チャンス来るけども、代打追い越し三振、そして代打マルチネスファーストゴロっていうね、7、8、9でね、まぁ、あ、点、まぁ、あ、7回の時は4点差だけども、ここね、ビッグイニングチャンスあったからで、ね、もう1本ポーンと出れば勝てたっていう可能性はある中で、やっぱり最後、ショーのね、こう、玉際っていうところがね、ちょっと、まあエラーじゃないけどね。 そこに失点というのがちょっと言いたかったかなっていうねでまあ清水田口がねなんとかランナー出しながらもね踏ん張ったっていうところでまあ5月14日以来の勝利12連敗ですトップっていうところでまあね今日以降どうなっていくのかっていうところでまあ結果で、ね、2勝1敗で日本ハムの勝ち越しでした ついで、オリックス対広島。30日4対0でオリックス。31日1対3で、えー、広島。そして、1日、えー、9対2でオリックス。オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども。まあ、このローテーションね、山本山下両方来るからね。カープにとったらね、ちょっとね、苦しいローテーションになったけど、ま、あこのね、えー、31日よく一勝してたらっていうね、これ3連敗もあったかもわかんないっていう中でね。 あの、ま、あ一日ね、えー、山下俊平と6回999、4アン六三634、1一四失点。ね、自責ゼロっていうところでね、もう完璧なッ完璧なピッチングでねで。広島先発コルニエルね、4回3分の285九6アン一三134、1四4失点と。まあ、パワーピッチだからね。パワーピッチ、その中でツーシーム、スプリット系っていうところでコンビネーションになんかを抑えていくっていうところで、まあ、最後ね、5回に4失点するんだけども、9位がね、なくなってくると、まあ、そこをね、 捉えられるっていうところではちょっと苦しいピッチングになったかなっていうねまあ広島はね四回先生ね先頭は秋山ね、えー、ギボセカンド頃ファンブルパン山下のとこ頑張らなきゃっていうねで、えー、松山の時にね山下悪送球っていうところででもあれはそれだあのもう カーブ、ど引っ掛けだからね。さすがにあれは取れない。で、山下が新塁打を打って、ワンアウト三塁から坂倉がね、タイムリーヒットっていうところで相手のミスをね、ついて、非常にいい形で1点先制するんだけども、オリックスはね、5回裏、ワンアウトから紅林肝の連続ヒット。で、若月がアウトになるけども、ね、えー、ここでコルネエル。悪送球というか、ま、ポロンってやってね、あのセ、ファースランナーがセカンド行ったっていうところでね。で、広岡がフォアボール。で、ここでツーアウト満塁からね、茶野がセンターへのタイムリーヒットで逆転っていうね。 で、その後、ピッチャー大道に変わるけども、中川フォアボール。で、森がね、えー、ファーストへのタイムリー内安打っていうところでね、一気に4点っていうね。だから、これ、フォアボール痛かったね。まあ、打たれたかもしれないけど、広岡中川のフォアボールがね、ちょっと痛かったかなっていうね。で、中浦にも、茶のね、内安打だけども、ニラサーがね、えー、悪送球で、バッと。で、セカンドまで行って。で、小田がタイムリーっていうね。だからカープ、ちょっと。最近ほんとミス多いよ。ちょっとちょっとしたところのミスが。それが全部ね、この失点にね。 つながって言ってるっていうところではね、いた。で四回裏ツーアートマンリーからね、茶ののライトスタンドへのマンリーホームラン。プロ初ホームランがマンリーホームラン。ね。で九、えー、回の表にね、えー、中村隆義ゼフライでいって取るけども、まあ九対二っていうところで、まあカーブは完敗だね。もう茶の五打点三打六打点以上まあ一勝類だからね、この試合 FVP だね、この試合のね。 非常に、えいい形だったかなっていうね。まあ、山下投げてこんだけ後続が打てたらね、もうそれは負けないだろうっていうところで、まあ、カープとしては、打つ手なしっていうところの乾杯だったかなと思います。まあ、結果ね、え、2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。え、ついで、楽天対 DNA、31、2対3で DNA、31日3対1で楽天、そして1日3対11で DNA ということで DNA の2勝1敗で勝ち越しってなりましたけども、この試合で宮崎選手、え、先週出場。いかがです。 おめでとうございます。はいえー、そして、この日ね、えー、d n a 先発東、ま、7回8、0 8球5安打7三振無四球1デッドボール1失点とね、まあ、大量援護にも恵まれてっていうところもあるしその中でね、まあ、無駄なフォアボール出さないでしっかりね、リズムよく投げれたっていうところでね、あの攻撃陣にもリズム与えただろうしね、えー、バタバタしないでよかったっていうところでこのね、まあ1つのデッドボールあってたけどね、無四球っていうところは非常に、えー、よかったんじゃないでしょうか。 楽天先発、竹中ね、2回3分の1、49球、7安打、三振0、無失球、5失点というところで、高かったね。特に変化球高かった。まあ、カーブとかね、それを壊るとかにもね、バーッと上からね、あの大根切り通り打たれてっていうところでね、まあ、昨日のマークが低かっただけにね、まあ、変化球高めに浮いて、ちょっと甘く入ったっていうところはね、ちょっと痛かったかなと。まあ、その中でもね、初回、山崎のね、打球、セカンド巻がファンブル。で、ここで山崎盗塁。で、ね、小深ド送りバンドを決めて、ワンナウト三塁からフランコがタイムリーヒットで、いい形でね、 先制するのよ。でも、こっからよ。ね。二回表、オースティンツーベース。えー、外タイムリーツーベース。で、小ラレフトへのタイムリーヒット。で、ここで小深田こいつっていうね。で、京田のセンターでタイムリーっていうところで、えー、三点逆転して。で、三回にもね、オースティンのタイムリー内アンダーっていうね。で、ここね、あのー、山崎取ったけどね、プランプレーンみたいなね。もう適当に投げてるからね。まあ、急いで投げるのもわかるけどね。で、これ悪送球になって、あの、ファーストランナーがまた三塁に行くっていうね。えー、ところで、外フォアボール。で、コアラの犠牲フライ。 で、えー、4回にも宮崎がねタイムリーで牧が先代タ,タイムリーヒットっていうところでねでまたその後終わらずフォアボールを固めて小、ね、原の犠牲フライっていうねでもうこの時点で、えー、9点だから9対1、まあ、この時点で G エンドなんだけどもで、えー、7回表に、えー、関根がねスーランで楽天はね8回裏に オゴのツーベースねで石川のワイルドピッチっていうところでね、えー、点を取るけどもまあ11ターンさんちょっとこれはきつかったなっていうねだから楽天はねこのね失点する中でもやっぱエラーが絡んでくるからねまあ汗なのかどうなのかっていうね小深田そして山崎っていうねだからこういうところがねちょっと痛いよね こんだけ点取られなくてもよかったかもわかんないからね。このランナーの絡みでっていうところだね。だから非常にそこら辺はね、バランス悪かったなっていうね。えー、中でまあ DA でね、一気に飲み込まれたなっていうね、えー、とこもあるんで。 ま、DNA はね、ここ最近ちょっとそんな手取れてなかったんで、ね、一気に爆発したんで、また今日からの戦いね、かなり注目力、注目度、えー、高いかなっていうところでね、あの、非常に、え、いい勝ち方だったんじゃないのかなと思います。でもやっぱり楽天はね、今苦しんでるとこ、まあねね、したくでしてるわけじゃないけども、まあ、そういうね、一つ一つのプレーっていうところを、まあ、きっちりね、やっていきたいっていうところのね、試合が出ちゃったかなっていう感じです。まあ、結果ね、2勝1敗で DNA の勝ちこちでした。 続いて、セーブ大阪神。30日1対3で阪神。31日4対0でセーブ。そして1日4対2でセーブというところで、セーブが2勝1敗で勝ち越しっていうところでね、12カードぶりのセーブは勝ち越し。そして、43日ぶりの連勝っていう形になりまして。 で、阪神はね、なんと3週間ぶりの連敗っていう形になりましたから、タイガースもね、すごいだ、3週間連敗なかったんだなっていうところと、ま、セーブはね、やっとカード勝ち越しっていうところでね、この交流戦どういう傾きになっていくのかっていう中でね、1日、セーブはね、プロ初先発のね、宮川先発。 5回74球、5安打ダ3三振、4四球、1失点と、ね。まあ非常に粘り強いピッチングで、えー、投球割合で言うとね、まっすぐ31球、で、パワーカーブ34球、で、カット6球、フォーク3球っていうところでね、もうほぼまっすぐとカーブ、パワーカーブのね、コンビネーションっていうところで、まあ序盤はね、本当にまっすぐとカーブ、まっすぐとカーブ、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 まっすぐみたいなね。もう、もうほんともう、いけるとこまで行っちゃえみたいなね。全部もう出し惜しみすることなく出し尽くすぞみたいなピッチングだったけども、さすがにね。 相手も分かってくるから、それ狙ってきたっていうところでね、途中カットとかも交えながらね、まあでもこのね、変化っていうところをキャッチャーつけね、うまくできたっていうところは非常に良かったんじゃないでしょうかね。あのまま行ってたらね、カーブ狙い撃ちっていうところもあったからね。 そこをうまくね、あの、カットに変化したりとか、ね、あの、フォークに変化したりとかでね、あの、タバカツ自体はね、そのカットもフォークも6球と3球っていうところで少なかったけども、多少投げればね、やっぱ変化できるから、あ、ひょっとしたらって相手も思うからね、そういったところでは非常にね、あの、ちょっとしか使わなかったですけど、そうちょっとがね、かなり有効的だったっていうね。で、阪神先発伊藤ね、5回92球、5アンド4三振、294失点と、まあ、5回のね、フォアボールからホームランね、 このスライダー取りに行ったところをね、川越にツーラン、ホームランっていう、まあ、ここだけだね。まあ、ちょっともったいなかったかなっていうね。まあ、その中で西武もね、初回、えー、源田がレフトへツーベースで出て、えー、川越送りバント失敗、バッピッチャーゴロ、1、3。ここ切って決めて行きたかったね。で、その後ね、サード、ね、との崎のサードゴロをね、サプテルが左右間。 最後には三塁したはダイビングとキャッチっていうね、まあ、ここね、守備でカバーしてね、無失点っていうね、えー、ところで乗り切って、で、2回表にね、ノーアウト一塁から、えー、渡辺亮がね、レフトへタイムリーヒットっていう、これカーブで、ね、狙い撃ちみたいなね、ところで打って1点取って、かなりタイガースに取ったらいい流れ。で、これね、ノーアウト一塁から森下、木浪、ね、で坂本フォアボールで近本っていうところが、こう1点取れなかったっていうところがね、ちょっときつかった。ここでね、もう追加点ね、 えー、取れてればっていうところでね、こう1点っていうね、もう一個2点っていうところはね、あったかもわからないけども、もうまあね、多分見やし下見ていけるぞと思ったんだろうね。俺はこの森下、パンとでもよかったんちゃうかって思うけども、まあね、これは結果論だからね。 あれ、トントントンって連打が繋がってればね。まあ、これまで繋がってて。だこの3連戦ね、阪神ちょっと欲しいところで1本出なくなってるっていうところがね、ちょっと流れがちょっと効率性入って違うかなっていうところもあるんでね。まあ、前日もね、6イニングね、得点圏に行って1本も出なかったっていうところもあって、完封負けしてるしね。そういったところもあって、ちょっとバントでもよかったかなっていうね、ところはあるけどもね。で、そこで1点止まり。そしたら2回ぐらいね、ワンアウト三塁からのキャッチャー、次がね、2点タイムリー、ツーベースっていうところで、ここで逆転っていうね、次。 ピッ,ピッチね。リードでも頑張ってたけど、パッティングでもね。で、逆転して。で、5回ぐらいにね、先ほど言った川越がね、今季初安打がホームラン。川越、クッコ俺は大きかったね。で、4対1。で、7回表にね、あの、ワンナウ3塁から見えつが犠牲フライで一点取るけども、ま、あここで、4対2でそのままっていうところでね。ま、あだから、阪神はね、まあ、1回、1回もね、あの、三振ゲッツーっていうね、えー、ところで、 あれワンパンだったけど、うまかったね。ね。ね、スローイングね。で、えー、2回もねそうちゃん、得点圏で取れず。で、3回もね、フォアボール2つ出るけども、ワンアウト1、塁からね、えー、佐藤が3、6、1、ダブルプレイっていうところとね、4回も森下ヒット出るけども、木浪がダブルプレイっていうね、この1、3、4ね、ダブルプレイで1本出ずっていうところも、ちょっとね、ここが最近のちょっとタイガースのね、1本出ないっていうところかなと。阪神はね、8回にもね、 あの、中野が先頭フォアボール。ね。で、ノジアウトになるけども、大山のね、打球。ファースト佐藤が楽球、パッと。ドーブラらのに。っていうね。まあでも俺も落としたことあるから、キャッチフラでも、バッと。落としたらパッと。ね。で、そこからワンアウト一塁になるけども、佐藤出るセカンドゴロ。で、渡辺はね、レフトフライと一点取れずっていうね。相手のミスもつけなかったっていうところも、まあ、痛かったね。で、まあ、ここの子でね、一番、あのー、まあき、まあ気になったっていうかあれだったのが、7回ぐらいね、あのー、 4対2になって、えー、ピッチャーカジアね、先頭を告げ、サードゴロでアウトなんだけど、ちょっとね、サすテルがお手玉しながらポコッと落としてね、取るんだけども、ファーストアウトになるんだけども、あの、完全にファースト大山足離れてるんだよ。あの、もう、明らかに。審判アウトってって。で、成分ね、リクエストするばいいじゃんって思うけど、もう2回使ってて、2回不成立。で、リクエスト機会なくなってて、判定覆らず。審判にバーッと。あれは見よう。 だいぶ離れてたで、足。あれは見よ。もしくはもう、セーフにして、半身にティクエストしてもらえばよかったのにっていうね。まあこれ結果論だけどね。いや、あれは見よ、審判。足離れてたって。しかもこれ4対2でね、セマライドの中でしょ、ね、この先頭のアウトセースフォア、でかいよ。しかも。ね。でもリクエスト。だからこれがね、この、あれ、ホームとサードのね、初回のバンドと、 あと、ホームのあの、多分、タッチプレイとかのね、リクエスト。だから、どっちもね、点に絡むからね、リクエストしたいけども、常にね、まあ、そういう時じゃなくてね、こっからね、常にね、選手がこうやってあげたらね、リクエストするんだけども、やっぱりね、終盤にも取っときたいからね、何でもかんでもいけないっていうところはね、あの、話し合った方がいいと思うね。選手がやったのにやんなかったら、ちょっと人間関係ぐちゃぐちゃしても困るからね。だからそこら辺も選手もね、あの、何でもかんでもこうやってね、自分のあのためにね、あの、ミスしてね、 アウトになることをね、セーブですみたいなね、応募系悪いところあるからね。そこら辺はちょっと、っていうところはあるけども、ここはね、ちょっと流れ的にはアウトは痛かったね。まあでも結局ね、セーブが4対2で勝ったっていうところは、まあ、大きかったかなと。宮川をね、受け継いだ、チノコ、平ラ佐藤、マスダとね。まあ、ピンチも作るけどね、そこしっかり粘り切れたっていうところは非常に良かったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗でセーブの勝ち越しでした。え、ついて、えー ソートバンク対中日。ね。30日13対5でソフトバンク。31日1対7で中日。1日5対6で中日。中日の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたね。中日、打線繋がって、勝負どころで1本出ますみたいな。でもね、チャン、ここまでもね、チャンス多かっただけに、やっぱ勝負どころで1本出たら、やっぱ強さあるよね。ランナーは出すからね。ね。まあその中でね、ソートバンク、ね。オスナ不在が響くっていうところでね。まあこれは後々説明しますけども、ね。 まあ、あの、ソートバンク先発ね、えー、ガンケル、4回3分の1、69九5アンダ三334、29、1レッドボール4失点と、まあ、ちょっと甘いし高いね。こうガンケルが甘くて高かった良さ出ないからね、やっぱりこれコースに低く打って投げることによってね、このボールを動かして打ち取っていくっていうところではね、えー、非常にちょっと苦しいピッチングだったかなと。で、中日先発柳ね、6回1 1九球、8アンダー334、1フォアボール、1レッドボール3失点っていうところで、ね、まあまあ、なんとかね、 粘ったかなっていうところはあるけどもね。まあ、ソートバンクはね、えー、初回、えー、中村牧原がね、連続ヒットで、で、えー、柳田フォアボールっていうところで、ワンアウト満塁チャンスくるけどもね、栗原がアウト。で、ツーアウトからね、柳町が、えー、タイムリーヒットで2点っていうところでね、これいい形でね、先制するんだけども、2回表、中日はね、えー、ビシエドフォアボール、で、大島弘下がね、連続ヒット。ノーアウト満塁から、村松のね、えー、セカンドゴロで、えー、1点。これはもうダブルプレイあれは取れないよね。 で、福永がね、犠牲フライっていうところで、このね、チャンスを作ってもノーヒットで点取っていくっていうところもね、大事だからね。で、ここで2対2。でも、すぐさもね、3回裏に近藤がツーベース。で、栗原センター前。で、ワンアウト、一、三塁から柳,柳町がね、えー、タイムリー内野安打っていうところで、1点でね、勝ち越しっていうね。で、この後ね、川瀬海がね、えー、倒れたっていうね。やっぱ海が打点上げていかないとね、海が打点上がったのね、連勝中なんだけどもね。 で、えー、5回の表に、えー、1アウトから、えー、福永センター前、岡林フォアボール。で、ブライトがね、えー、デッドボールっていうところで、ここ痛いよね、フォアボール、デッドボール。で、ワンアウト満塁から、細川がね、ライトでタイムリーツー、測ったように、測ったようにライト前、あのね、もうライト狙います、ヒットで、ここで、えー、4対3と逆転。で、7回表に、えー、福永がね、宇宙界ホームラン、ね。で、7回裏、ね、 柳高、えー、タイムリーツーベースっていうところで1点取り返して、桑原はがね、あの、センター前ヒット。で、岡林がファンプルちょっと後ろにね、揃わした時にランナー帰ってきて、同点っていうね。で、この後どうなるんやってった時に、ここで、普通、押す中いたら、もうここで多分ね、モイネルとか出てきてるはずなんだよ。で、モイネル出せずに、まあね、積もりっていうところで、まあこれね、ツーアウトから村松にホボーボル。これ痛かったよね。 で、えー、高橋周平が約1か月ぶりのヒットっていうところでね、えー、左中間に打って村松ホームイン、村松くっそーれ、ね、ホームキリギリっていう、まあ、これが決勝点になるんだけども、まあ、オスナ不在が痛いっていうところと、まあ、先発、ガンケルが、ね、4回3分の1でね、えー、変わったっていうところでリリーフが前倒しになってねちょっと後ろがね厳しくなったっていうところで、まあ、大津つもりっていうねリリーフが失点したのはねソフトバンクにとったら痛かったかなっていうところもあるしね。 だからこういったところでケガ人が抜けていくっていうところもねちょっと大きかったかなっていうねところもあります。まあでもね中日がこんだけね連打でタイムリーを入れていくとね、えー、強くなるしこうちょっとね、ね衣も行ったら交流戦ねドラゴンズ台風の目にねなるんじゃないのかなっていうね打線がつながっていってね先発がうまく試合をね作っていければね一気にね。ね ドーンっていうね、順位も上がっていくっていう可能性が交流戦にはあるからね、ちょっと目が離せない中日の戦いになっていると思います。結果、2勝1敗で中日の勝ち越しっていうところになりました。さあ、続いて今日ね、2日からの試合っていうところで、猛暑し送り事故をね、やっていきましょう。ね、えヤクルトは楽天。楽天の皆さん、ヤクルトね、ちょっと村上が打ち出してきてるんで、ここしっかり押さえなきゃいけないんで、インコースしっかりついていきましょう。ヤクルトの皆さん、楽天。結局浅村だから。結局浅村が打つかどうかでね、かなり勝敗影響してくるから。 朝村を全力で抑えていきましょう。DNA 対セーブ。セーブの皆さん。DNA ね、ちょっと楽天戦全体的にね、打線が起きちゃったんでね、あの、どっからでも点が入るっていう可能性あるんでね、とにかく戦闘バッターを出さないように頑張っていきましょう。DNA の皆さん。セーブね、ちょっといい感じで上がってきてるんでね。でもそのね、この現田。現田のをね、塁に出すとちょっとややこしいからね、現田。 気をつけていきましょう。中日対オリックス。中日の皆さん、オリックスね、全体的には打線ね、周りは良くなってきてるんでね。で、でも山本、山下投げてこない。ね、こっからどうなるのかっていうところなんでね、先制、先制パンチの味だから、先制パンチでいきましょう。ね。オリックスの皆さん、中日ね、細川だよ。細川めっちゃ打つよ。いい形で。しかも右にも左にも長打もあるからね。 ここら辺で、ね、どちらに狙ってくるかとか、タイミングしっかり見て、ね、そこ、注意していきましょう。阪神対ロッテ。ロッテの皆さん。阪神ね、若干沈んできてるからね、ここ、勝負どころだから。なんて言っても多分ね、近本長野だから、この1、2番。ここね、しっかり押さえていこう。そしたら行きます。阪神の皆さん、ロッテね、ミスしなきゃ大丈夫。あの、ミスしたらそこで、ね、突っ込んでこられるから、ミスね、しないように気をつけて。あとね、ちょっとポランコがね、 結構いい感じで当たってきてるから高めに浮いたら危ないよ。広島対ソフトバンク。カーブルの皆さん。ソフトバンクね、やっぱちょっとね、オスナがいなくなってね、後ろどうなるかっていうところもあるんで、早めにね、仕掛けていってね、先発を早めに降板させていきたいなっていうね、ところもあるしね。でも結局ギータだからね、ギータを打たせるかどうかで、大きく変わってくるから。柳田、気をつける。ソフトバンクの皆さん。 広島ね、戦闘さえね、きっちり抑えていけば、大量失点、そんなないから。戦闘、フォアボールとか、そういうのやめとこう。そこガーッと書き目,目指される。戦闘さえ。そしたら大量失点、いきます。ということでね、えー、今日でも、雨どうなんだろうね、松田甲子園、横浜神宮、 中心なる可能性あるんでね、どうなるかっていうところはありますけども、そしたら月曜日試合になるんでね、最大9連戦になっちゃいます。っていうところで、またね、今週のプライ級も楽しんでいきましょう。それでは。